バンドウ・ツマサブロウ12月14日から1953年7月7日は日本の歌舞伎俳優、映画俳優。本名、田村伝吉、サイレント映画時代に、端正な顔立ちと高い演技力を兼ね備えた2枚目、俳優として親しまれ、番妻の愛称で呼ばれた。1901年12月14日。 東京府神田区橋本町の田村長五郎という木綿問屋の次男坊として生まれ、神田で育った。小学校を卒業する頃から家業が傾き始める。兄、姉、母が相次いで亡くなり、父親が事業に失敗して破産。1916年、旧姓、尋常小学校高等科を卒業した後、母や姉が時松や長唄の芸事に秀出ていたことや芝居が、 好きだったことから、立身出世の早道を求め、16歳で、成績評価立てに、芝明船町にあった15代目、市村宇左衛門の屋敷へ飛び込むが、門前払い。落ち込んで帰宅する途中、近くの11代目、片岡二左衛門の屋敷に思い切って飛び込んでみたところ、伊藤という番頭が取り継いでくれて、まあ遊んでいろと二左衛門のうち弟子を許される。仕事は雑用ばかりで、 しつけは厳しく、雑用の合間に、黒ゴきで舞台の見学をしながら、狂言のノートを取る毎日だった。師匠について、大阪中座で、神腰立両面館の除幕の仕込みに出たのが、初舞台で、セリフはなかった。1918年、2年辛抱するがうだつが上がらず、飲酒と家柄優先の歌舞伎の世界に限界を、感じ始め、1日2回、 十日代わりの芝居ならもっと修行ができると結論。金にもなるということから、ちょうど浅草の東座から声がかかり、沢村総五郎、東一ま市章らの一座に入り、沢村おさむを名乗る。下っ端なりに役もつくようになったが物にならず、一野章に連れられて再び歌舞伎座に戻り、師匠の二座絵門に顔向けできぬ苦しみを味わう。 こうした中、絵にあって、神田劇場で、中村河川や小野江菊絵門と一座することとなる。1919年、国際活映の沢村白五郎一派のエキストラに出演。日給一円二十銭だった。伝統や飲酒にこだわる芝居道と違う新天地を活動写真会に見出し、3月頃からバンド、坂東剛を名乗り、沢村白五郎、実川は円十郎に頼み込んで、 昼は活動写真、夜は劇場と働いた。1920年6月に松竹キネマ、鎌田撮影所ができると、実家は円十郎と一緒に松竹キネマに入るが、この時行動を共にした森金目が間もなく退社したため、これに伴って国勝に逆戻りするが、全く無名のまま脇役を過ごす。国勝では坂東金目二郎を名乗り、 7月には、島の塚に田氏し役で出演している。玉木歌子は、当時の番妻について、体制のエキストラの中でも大変目立って、すぐわかりました。痩せて、非常に背が高く、首一つ出ている感じで、色が白いのを通り越して、青いような感じでしたと語っている。1921年、活動写真の現場でも、下回りばかりで面白くなくなり、 国勝撮影所で同志だった、片岡翔家、中村吉松を募って撮影所を飛び出し、坂東妻三郎を名乗って、東京大歌舞伎、坂東妻三郎一座の看板を掲げ、単から芝居に出る。出し物は一番目が平仮、ひらがな水器、二番目が、本町二十四校の御殿で、番妻は、船人松江門と、武田勝頼を演じた。全景気もよく、 坂東妻三郎退逸座は、上州あたりを打って回り、はじめは大入り大受けだった。1922年、22歳の春、仕打ちの失敗から一座改ざん。万妻は、一獲物一枚の上に街灯を羽織る、惨めのありで、ようやく聖火に戻った者の,の妹は死んだ後で、兄は病がしていた。1923年2月、牧の肖像が京都に、 牧野映画製作所を結成するにあたり、牧野の重役、宮川人志が東京に俳優募集に来たところ、番妻を目に留める。番妻は、これで成功しなければ二度と東京の土は踏まるとの一大決心で、片岡昭和、中村吉松と京都入り、牧野プロダクションに入社。巻のプロに、月給六十円の欧米屋俳優として転がり込んだ、だが、当初、 役柄は、仇役、脇役が多かった。五用五用の切られ役で、切られては顔を変え、幾度も立ち回りに絡んだが、顔が立派で柄も大きいため、どんなに変装しても目立ってしまった。九百二十四年、正月映画、日の車を一万で、玉木打ったことの共演が当たり役となって、あいつが出ると目立って、仕方がないから、役をつけてしまえ、ということになり、解決だかで、 高木新平の相手役の黒木原源太という悪役に抜擢される。ところが、白面の美剣士が敵役というので、観客、批評家を驚かし、これが出世の糸口となる。続く日活、松之助映画と牧野の初共作、モユル渦巻きで、途中から番妻演じる小前相模守の人気が急上昇。第四編では、主役の林星之助があっけなく死に、 番ンの相模神が主役になってしまった。この作品で、牧野は大いに名声を博し、小野江松之助番を圧倒する評判を得た。ちょうどたまたま同じ下宿に、浅草ペラゴロ出身の、これも、老人のみの脚本家、鈴木きた六平がおり、二人は、行き統合。同年、番ンのために、六平は、先決の手形前、後編の脚本を書き下ろし、同作は、番ンの、 1> 第1回主演作となる。先決の手形は、それまでの、やたらと見えを切る歌舞伎スタイルの立ち回りの急激と異なり、番妻の激しい剣劇とリアルな演出が映画界に革命的な衝撃を与えた。以後、恐怖の夜舎、歌るる者、江戸海賊殿影防止前、後編、墓石がいびきする頃と、このすすきた六平と組んだ、 万妻の人気を不動とした作品群が続き、とりわけて、虚無的で反逆的な一連の傑作を、浅草オペラ出身のアナキスト、幕与太平門下生の二川文太郎が監督。中でも、大正14年の、江戸海賊殿影防止前、後編は大好評で、時代劇俳優の第一人者としての地位は、決定的なものとなる。1925年9月。 全国の熱狂的なファンに応え、バンツマは自由制作を標榜し、25歳でバンドをつまさぶロープロダクションを京都渦政に設立。混東校を顧問に据え、自ら人頭に立ち、映画制作を開始する。バンツマは、牧野時代以来の名優、すすきた六平、二川文太郎を牧野からの出向で得て、おろちの制作を開始するが、京都では、 牧野川の妨害が激しく、やむなく東京の東撮影所で、偉人娘と武士を撮影。偉人娘と武士が終わるとすぐに引き返し、奈良で、おろちを撮影。撮影所はなく、旅館に泊まって資金ができると、ロケに出るという状況だった。玉木歌子はこの時の番妻の様子について、妻さんは命がけでやっているのがよくわかりました。泣きながら一人で頑張っていましたと語っている。 11月、ついに、オロチが完成し、風切り公開。歌舞伎町の立ち回りを完全に破壊した肩破りの盾は大評判となり、また体制に反逆する、主人公の虚無的な英雄像はその時代の風潮とも、マッチし、大ヒットとなる。また、その大胆な盾で、乱闘劇の番妻として一世を風靡する。十二月、番妻人気に注目した小畜は独立早々の、 バンツマと配給提携を結び、これにより、バンツマ人気は全国的なものとなる。バンツマプロでは、サンバガラス、四天狼、十剣士などといった絡みを揃えていた。河津聖三郎は、最も多く用いられた絡みの数とだった。1926年4月、バンツマプロの渦政設営所落成。9月、アメリカのユニバーサル社と配給提携。以後、 時代劇のみならず、現代劇も制作。この年、マホロシ、東山三十六歩静かに眠る時の活弁で一世を風靡した、尊王アナキスとアグレ助スケ監督、脚本の無名地獄と代表作とされる傑作を連作。剣劇スターの地位を不動のものとする。バンツマ映画では、後段長の単なる英雄、豪傑と違い、バンツマンする武士や浪人。 ヤクザに至るまでが人間的な明暗を持ち、不正や不当な権力と戦う不屈な精神が描かれるため、バンツマの映画は幅広い愛好者の支持を受けた。1927年5月、ユニバーサル社との提携を解除。思い通りに動かないバンツマを警戒した小竹は60万円を出資して、バンツマプロを株式会社化。山崎周一を目付役に送り込む。 以後山崎とバンツマは意見対立、喧嘩の毎日だった。1928年新春早々、朝日新聞がバンツマのために賞金5000円をかけて募集した映画小説一等当選作、例の審判の映画化を発表。この作品はすでに朝日新聞市場で、伊藤光子原作で連載中であり、バンツマの初の本格現代劇主演となって、センセーショナルな話題を。 映画界に投じた。しかし、工業主義の松竹と芸術志向のバンツマの対立が次第に表面化。初の現代劇ともあって、バンツマも調子が上がらず、また異色の原作映画化といったこともあり、3月風切りの予定を過ぎても、例の審判は完成せず、4月、ついにバンツマプロ支配人、山崎周一は制作の正式中止を発表。6月28日、 バンツマプロは改革縮小を断行。バンツマは取締役を辞任、例の審判主要スタッフの枝政正義郎、細山清松、江川うれ夫、近藤伊予吉らが整理大社となり、例の審判制作再開は不可能となる。バンツマの小畜に対する発言力が強かったのは、大正15年から昭和2年までで、この昭和3年以降は、強大な資本力によって、 松竹のバンツマプロ鑑賞が強力なものとなっていった。松竹でのバンツマプロの位置づけは、松竹時代劇救世主から、松竹時代劇ブロック構成の一環に組み込まれていった。昭和2年、松竹はバンツマに変えて、林長次郎を2万円の宣伝費をかけて売り出し、長次郎の人気はバンツマに肉薄してゆく。1929年、小畜はバンツマ、林長次郎、 月形龍之介、市川歌右衛門、坂東樹之介と時代劇ブロックを充実させ、芸術志向のバンツマプロとの時代劇制作方針の総告は溝をますます深める。1930年6月11日、バンツマ県案のおさらぎ次郎との提携作、カラス組完成後に、バンツマは朝日新聞市場に、小畜脱退絶縁声明書を発表。 京都のバンツマプロ撮影所を解散する。千葉谷津海岸に移設したバンツマプロの撮影所。渦正とは逆に、スタジオの文字が左書きになった1931年2月、松竹と絶縁し、閉鎖した京都渦正の撮影所を、荒谷千葉県多津海岸に移設。野心的に仕事をこなす。新興キネマと配給提携し、吉川英治。 長谷川新その他の大衆文芸を題材とした本格的ドラマ作りに精進。共演女優に森静子、玉木光子、鈴木澄子、桜木梅子が次々出演。ヒット作を飛ばす。同年、アメリカのパラマウント社のためワンツマプロとは別に大日本自由映画プロダクションを設立し、落葉が湯を制作。大日本自由映画はこの一本のみで解散する。 1935年5月、バンツマプロが新興キネマと合流。昭和6、7年頃から日本映画は陶器時代に移行。映画界の情勢は一変。バンツマ人気は超楽。1936年12月、土頭一番上を最後に11年続いたバンツマプロは解散する。1937年5月、他日の撮影所を整理して、 裸一貫で日活に移る。独立時代と違って、商業主義的な対策に次々と出演し、芸歴は一段と大きくなったが、独立時代に深刻な人間探求を続けた成果が実り、名優としての評価が加わった。セリフをすべて暗記するまで仕事にかからなくなったのは、この頃からである。役柄では、恋やまびこの稲下元太野牛月影賞の野牛十兵衛。 闇の影防止の検査馬之助、中心蔵の大石倉之助、富士に立つ影の佐藤菊太郎とオーソドックスな武士に奮して、堂々の貫禄を示した。将軍と三謀と兵では、師団長中将に奮して、品大陸を背景に現代武人の典型を、見せ名実ともに、司会の王座を占めた。1942年、将軍と三謀と兵で、初の現代劇主演。 この年、日活が再編成され、大英となり、バンツマもこれに合流。創立記念作、維新の曲は、バンツマ、知恵像、歌えもん、アラカンという、四大スターの顔合わせもあり大ヒットとなる。1943年、軍長用に引っかかるが、嵐勘十郎によると、あの人は豪坦屋坂へ呼び出しに大島編へんとのことで、役者のバンツマが、お国の役に立たなくて、 田村伝吉に何の用がおますと単価を切り出頭せず自前で済ませてしまった。戦時中は他に地煙高田の馬場、魔像、江戸最後の日、無法末の衣装などの傑作に主演。1944年8ヶ月にわたる上海ロケの末日課合作映画廊下は上海に上がるを完成。切り時は日双方とも空襲のさなかで 映画鑑賞のゆとりなどはなかったという。1945年、日活撮影所は連日京都市団の採越訓練を受け、映画撮影どころでなくなる。バンツマは稲垣に上陸されたらおしまいでしょうと戦況を語っている。8月15日、日本敗戦。バンツマは撮影所企画室で稲垣博士と二人で黙って手を握り合ったという。戦後、占領軍の チャンバラ禁止令のために剣撃ができず、慣れない洋服を着て、現代劇に出演。1947年、ソローニンマカリトールで、時代劇復帰。1949年、現代劇校長を受け、大英社長、長田正一が、古ぼけた、時代劇のスターはもう、うちはいらんと方言。これに起こって、四大スター全員大英を脱退。バンツマは、 松竹京都に遺跡。時代劇の地図が塗り替えられることとなる。1950年、松竹下下の撮影所が可燃性フィルムの自然爆発を起こし、現像所や事務所、ステージを全焼。巻き添えを食い、ほぼ完成状態だった山田伊鈴教園のブライカンのフィルムが消失の浮き目に遭う。時代劇では、大江戸五人男、天才騎士、坂田三吉を演じた王将。 コミカルな現代劇、破れ太鼓などの作品に主演し、大河内伝次郎と共に、昇進正明正のスターであり続けた。1953年7月2日、暴れ死死撮影中に、治病の高血圧から体調を崩し、同年7月7日、脳内出血により死去。51歳没。大正末年から昭和初年にかけての剣劇ブームを生み出した剣劇俳優であり、 剣劇王の異名を持つ。日本映画史において、サイレント映画からトーキーへの転換期に活躍、双方で高い実績を残した人物としてしばしば名を挙げられる。身長172センチメートル。5人の子供のうち、長男の田村高弘、三男の田村正和、四男の田村亮の三人は俳優となった。次男の田村旬馬は実業家で、高弘、 昭和のマネージャーも務めた。婚外市に俳優の水上康弘がいる。田村美幸氏は孫にあたる。無学のコンプレックスを克服するため、便利努力を重ねていた。アナキストの混沌校をバンズマプロの顧問に迎えたり、哲学映画、例の審判を自ら監督しようとして、結局制作中止となったり、第日本自由映画プロダクションを設立して、 落葉が湯一本のみで解散するなど、世間からは大風呂式としか見えない試行錯誤を必要に繰り返した。これはバンツマが常に不安であり、俳優という仕事に昇進、謙虚であったことを物語っている。映画が挙げて、陶器キ化の波に現れた時、発生に自信のなかったバンツマは最後まで無性映画の砦り出を守ろうとした。だが、悪性を返って、仏器とし、 独特のエロキューションを工夫、想像してみせたのである。バンツマは、サイレント映画時代から培った動きと表情を駆使する技術で演技全体に抜群の説得力を与えた。特に彼が縦の見せ場で行う、両足を大きく広げて踏ん張った体勢で手に持った刀をゆっくりと眼前に下ろし、首を左右にゆらゆらと動かす仕草は、バンツマの代名詞として広く知られている。 これについて俳優の高橋秀樹は子供の頃チャンバラごっこが好きな男の子はみんなバンドーさんの真似をしていましたよ。僕くらいの年齢ならバンツマのあれを全く知らないという人の方が少ないんじゃないですかと述べており彼の演技が幅広い年齢層に浸透していたことが伺える。トーキー映画に初めて出演した際自身のかんだかく細い声が ファンの失望を呼んだことが人気低落の理由の一つと考え、独自にボイストレーニングを行う。やがて努力の甲斐ありバンツマは迫力のある発声を体得したが、無理な訓練が、たたり喉が潰れ、以後しゃがれ声になった。しかしバンツマは声が変わってしまったことを全く後悔せず、こういう声の方が凄みが出る。前よりずっといいと語っていたという。 そして再生一作目となる、恋山まび前後編では、剣劇王、番妻の復活を告げる素晴らしい立ち回りとともに、喉の奥から絞り出すような独特のセリフ回しで、好評を博した。現役時代は大変多忙で、休日等は自宅の2階で寝ていることが多く、家事にはあまり口を出さなかったという。ただし、来客時には客に対して清掃して混雪に。 応接していたようである。例外として、息子である田村隆弘が、旧正教徒不立、第三中学に合格したことを告げに、担任の小学教師が訪問した際、2階から浴衣姿のままで、ドタドタと階段を降り、玄関先にいる教師の足元で、せ、先生、あ、ありがとうございました。と、土下座してお礼を言ったそうである。番妻の人気が上がると、各社が、 バンツマそっくりのスターを作ろうと大笑わとなった。谷崎十郎や阿ーベ素男がこうして生まれたが、中には恩艦を似せた、千葉三郎だとか、東三郎というものもあった。誰も、東とは読まず、我、妻三郎と読んでいた。バスへの三本立ての館などでは、バンツマに顔も似ていて、妻三郎でもあるので、騙されて入った客も、相当いたという。日活撮影所では、 知恵像、番妻、勘十郎の大スターの顔合わせを、徳川も三夜に聞かせて、五三夜と呼んでいた。番妻のうち弟子は、万道妻用事と呼ばれていた。大英で四大スターが揃うと、弟子たちは、師匠自慢をしたが、番妻さんが、歌舞伎の出会言うけど、野豪は、何というのや、万道なら、音羽や、山和や、立花屋と三つあるが、土辺の、坂屋、 小里編の坂東が歌舞伎にあるかいと言われ、弟子たちは悔しがったという。坂妻プロを解散し、裸一貫で日活に入った時、日活の書院は坂妻をどう呼んでいいか迷った。牧野正弘は、妻さんと呼び、稲垣らは、田村さんと呼んだ。助監督や進行係は、坂東さん、坂東さんと呼んでいたので、坂妻は、嫌になっちゃうな、坂東さんみたいでとこぼしていた。 後に、先生と呼ばれるようになったが、それも気に入らぬようだった。先生が、教師や、医者の代名詞であるのと、千流に、先生と言われるほどの馬鹿でなしというのがあったからで、番妻プロ創立時は二十三歳の若さだったことから、余計に、不似合いなこの呼び方を嫌がった。ある時に女女神が、そんなに追い宿したら先生の背を抜いて呼ばはったら、どうどすねん。 運勢なら運勢がよろしお末えと言ったのが気に、入り、以後運勢と呼ばれるようになった。番妻はお天気屋で知られ、時々、冠を曲げて人を困らせた。1927年の大義で、妙に重たい雰囲気で撮影が難獣し、これを一掃しようとした安田憲法監督が、ハイオン隊のアップちょうだい、とやってのけたことがあって、これで、 一堂々と笑って和やかな雰囲気となった。それ以来このアップ頂戴が流行っていろいろな監督が使ったが、東京のジャーナリストに誤解されて伝わり、バンツマは横暴だということになってしまった。バンツマプロを立ち上げ、人気絶頂だった頃のバンツマは、その遊びぶりも豪快なものだった。アラカンは時代劇の王者は、何というても、バンドをツサブロー女遊びも、 この人にはとても及びまへん。散財の桁が違うと語っている。バンツマプロの映画は、小築の買い取り、価格が一尺あたり2円40銭だった。取り方パッと走っても2、300円稼ぐんだ。その銭を掴んでまく、勝負になりまへん。祇園の芸者層上げにした。伝説や、おまえん。この目で見ました。花見工事から八坂さんまでずらっと、芸者抹茶引き連れて、 大名行列を繰り広げた1928年、昭和天皇のご大典に合わせて、東京から京都へ、偉い人たちが退挙をし寄せ、気温やポント帳で憲兵づくの野暮雨風を吹かせた。お上が大嫌いという番妻は、これが気に食わず、混頭校と示し合わせて、気温外を買い占めてみせた。荒間は、王女のとの歴史にないことを目合わさんやってのけた。妻さん身持ち固かったとはでは思います。 女道楽よりも男の意地で税に巻いたんやないか。百二円四十銭。今の金に直して、写真一本何千万円。いや、億になりますしゃろ。貯めたら罰が当たりますわと、この時の様子を語っている。玉木歌子は、番妻とは、牧野時代からの同僚で、大正12年、牧野肖像から、お前さんの写真は、評判がいいから、今度の相手役は、 お前さんの気に入ったものを選びなさいと言われ、ちょうどバンツマとのコンビが評判になってきた時だったのでバンツマを選んだ。これが日の車を一万で、当時バンツマは撮影所近くに中村吉松と下宿していたが、急に人気が上がり、特に豊島の女性にモテ、肉屋の女中や料理屋の仲居をファンに連れて撮影所を出入りする姿をちょいちょい見かけたという。かには、 気流しで数人女連れの番妻の姿は浮ついて、だらしなく見えたので、もし今度の写真で共演する気があるなら、撮影に入ったら、仕事中は、きちんとした服装で出所する、プライベートの時間は何をしても自由だが一本の、仕事にかかったら終わるまで、女はファンだろうと誰だろうと近づけないようにしてほしい。番妻は黙って、じっと聞いていたが、この時は、ちょっと考えさせてほしいと言って帰り、 翌日になって、玉木さんの言うことはよくわかりましたから、よろしくお願いしますと返事をしてきた。日の車を一万は、大正13年正月のヒット作となった。作中での番妻の足の線の美しさが話題となった映画でもある。稲垣博士は、妻さんは、僕がこれまでに出会った人の中で最高に懐かしく、最高に好きな人の一人であると述べている。ある時番妻は、 僕らは親友などというケチな付き合いでなく行こうと不思議なことを言い出したという。若くして時代劇の大スターとなったバンツマだったが11年間のプロダクション経営で得たものは名声でもなく財産でもなく借金と人に裏切られた悔しさと凋落する孤独の寂しさだった。景気の良かった時生理に困ったほど集まった親友たちはいつしか身辺から去っていったという。 裸一貫で日活に入社し、10年ぶりに戻った、渦政にはかつて自分が開いた撮影所が進行映画として華やかに活動していて、バンツマは華やかだった昔を取り戻そうということより、陶器に移り変わろうとしている時代に生き残ろうと必死だったのである。バンツマが日活に入社した頃、稲垣は東方入りが決まっていたが、日活が急に引き止めを開始して、 医薬金まで支払われ、京都に引き戻された。後で、この工作をしたのが、バンツマだと知ったという。日活で、稲垣は独自のバンツマを作り出そうと企画を出したが、どの企画も、バンツマのイメージを変えては困ると否決された。ところが一年過ぎたある日、立市の川原理一が、筒井とは縁を切ることになったから、この後は、今までの妻三郎にこだわらず、 何か新しいものを考えてほしいとの伝言を託されてきた。つついというのは仲間内でヨド君とか総美霊などと陰口していた番妻のマネージャー兼愛人でこの女性がいつまでも番妻のイメージにこだわっていたのだった。相当の決心を持ってこれを絶縁した番妻のために稲垣は十人切りの男という番妻用の脚本を解題して 地獄の虫とした。この映画が気に入った番妻は、つけげでは演技も嘘ひげになると、本物のひげを生やすことにした。すると、脇役の市川小文治、市川桃之助、志村隆ン断クマロラも右に習って、髭を生やす熱の入れ方で、この時初めて稲垣は、坂東妻三郎という人の映画にかける意気込みと、情熱を感じたという。地獄の虫は、無事完成したが、 ラストの自決の場面で晒しの腹巻きに血が滲むという苦心の場面があり、内務省の検閲官はこれを検閲保留と処分した。会社は改定してでも封切りたかったが、バンツマ屋は規約、スタッフに対し原型を変えたくないと、稲垣はこれに応じなかった。この時バンツマは腐ることはないですよ。僕らはともかく立派な作品を作って、それをこの目で見たのだ。 それを大衆に見せなかったのは僕らのせいじゃないと慰めてくれ、稲垣を大変に勇気づけた。稲垣は、その後、番妻と数々の作品を生むことができたのも、親友などというケチな付き合いでなく、付き合いたのも、すべてこの、地獄の虫が始まりだったと語っている。昭和初期、サイレント映画では、虚無的な浪人者をやらせては、妻三郎の右に出るもの、なしと歌われた。 バンツマが最初に演じた、ニヒルな浪人者は、砂海獣爆の森尾十四郎だった。1927年の6月から12月まで、朝日新聞有観は、ハジ治の砂海獣爆を連載。連載30回目の頃に、小竹は、バンツマプロでこの小説の映画化を決定。企画段階では主演は、草間実で、バンツマは森尾十四郎役に就寝していたが、 4社、競合政策となったため、バンツマの、勝浦孫のマと、森尾十四郎に役を念頭に準備が進められ、殺入直前に、バンツマの医師で、森尾十四郎一本で行くことに決定。結果はバンツマ演じる十四郎の存在感が他者を、圧倒。ニヒルな老人剣士の一大ブームを巻き起こした。砂海呪縛は、陶器時代を迎えた1936年、 バンツマプロタニツで、バンツマ主演で再映画化。さらに1952年来映で、黒川八太郎主演、1960年には東映で、この江東四郎主演と3度映画化されたが、勝浦孫の城が主役だったのは1927年の初作のみ、再映画化3作はすべて、森尾十四郎が主役になっているほど、バンツマの演じた十四郎は強烈なものだった。当時、 番妻の重四郎は撮影所の書院の間でもブームとなり真似をする者が続出。次のようなエピソードが残されている。おい、タバコはないかというと静かに首を振っておもむろに、ない、どうだ食堂に行こうかというとちょっと相手を目の先に引っ掛けて大きくうなずきながら行くことにしよう。おい、この間の食券返してくれよしばらく目をパチパチさせながら無言でいて、あれは返しさんでもいいことにする。 手数のかかることをびただしい。無法末の一生を見には、沢村明を稲垣博士に、酒は、行儀よく飲んで楽しむものだと教えたのは番妻だった。番妻は、追い口で飲んで、決して、コップ酒のガブ飲みはしなかった。自宅でも、公客の善を据え、夫人や弟子に酌をさせた。ある時弟子の一人に酒好きを出したので、弟子はいただけるものと手を出すと、お酌だよ。 お前なんか台所で、ぐっと行けと言った。このように弟子に逆付きをやるなどということは滅多にしない。番妻がある時、突然台所で茶碗酒だのコップ酒をやり始め、夫人も弟子も驚いた。普段は膝も崩さない番妻が大小座を書いて酒を飲む、ありさまに撮影所で不愉快なことでもあったのかと心配したというが、それは無法末の一生殺入前の役作りだったことが、 後で分かった。無法松の現場では、よく、吉岡夫人になりきった、そのい稽古が、お茶を静かに立て、先生、お茶が入りましたと進めていた。番妻も、無法松を忘れず、へりくだってお茶をいただいていた。番妻が、無法松の一生に主演してから、舞台となった、九州大倉には、松五郎の墓や石踏みができた上、映画で、 バンツマが見せた小倉祇園大鼓の早打ちは、フィクションが現実になって、その後、祇園大鼓の基本の打ち方になってしまった。1944年、日課合作映画、廊下は、上海に上がるでバンツマは、稲垣と二人で、上海に渡ったが、ある時バスへの商店へワンタンを食べに入ると、店の主人や使用人が彼らを見て、こそこそ囁いている。バンツマが、どうやら、 僕を知ってるらしいねというので、日本人だからだろうと稲垣が答えると違う。ワンポーツオーとかパントンとか言ってるよという。現地の撮影所では、バンドウツマサブローはパントン C 三卵と呼ばれていたので、バンツマにはすぐ分かったのである。広報者は人力者のことで、彼らは無法末の一生を見たようだった。バンツマはニコニコ顔で立ち上がり、うん、我がせい。 バンドウ妻サブロ敵、広報者の伝営、ミミカ、うん、そうかそうかと、怪しげな中国語で返すと主人は、大喜びで恐縮しながら立派な紙と筆を捧げて、サインを求めた。その戻りにバンツマは、稲垣に、日本映画も、やっと国際的になったねと言った。1975年が、バンツマの23回期にあたることから、当時の邦が5社が協力して、 バンツマ映画祭と名打ち、バンツマの代表作が1975年6月7日の日劇文化劇場を皮切りに、1976年にかけて全国各地で巡回上映された。当時の方画各社は仲がいいとは言えず、ことに商売が絡むと2社ですらまとまったことがないと言われたため、当時としては画期的なイベントだった。映画祭の発案者は、 業界の裏ドンコと全教連副会長で、大阪、映画社長、山田敏郎。山田は、小区の OB で、滅場者の歌や、人妻椿の主題歌の作詞者でもあった。当時の放課不況もあり、ローカルの衝撃場は、経営に苦しみ、強力な番組でも2週間持てばいい方。放画の最上映で、お茶を濁すことになるが、成績が下校するのは当然で、 興業者の立場から眠っている映画の再発掘として、バンツマは現代に通じるものがあり、今出しても十分干渉に耐えれると考え、バンツマ映画祭を発案した。ネックになったのが、バンツマは、小竹、日活、大英の出演作は多いが、当時の5社で影響力を増していた、岡田茂東映社長と、松岡雄投法副社長の2社には、バンツマの出演作がないことだった。 山田は自身の業界での地位を上げるチャンスとばかり、松竹社長で英連会長、木戸志郎に了解を取り付けた上で、すぐに岡田修を説得に行った。山田は岡田をいい話があれば、即座に飛びついて自分のものにしてしまう男と木戸の後継者は、岡田と見込んで自分の懐に巻き込もうと格索していたため、岡田に上映委員会副会長をやってくれと頼んだが、 俺んとこ、番妻の写真ないからダメだと断られた。すかさず山田は、冗談じゃない、一歩のある、天狗の案というのがある岡田。山田、第一、東映は、時代劇で儲けて、大きくなったんだから、せめて、番妻の追悼の意味で副会長をやってくれても、いいじゃないですか、と無理やり副会長を引き受けてもらった。次に、松岡伊佐に頼みに行ったら、同じく、うちも、 バンツマの写真がないからおりますと言われたが、いや、左平寺、鳥物町紫図金があります松岡。と、これで五社をまとめることができた。バンツマ映画祭は予想以上の反響を呼び、半年間で1億1800万円の興行収入を上げ、旧作リバイバルの新しい道を開いた。この成功により1975年11月に日本映画名作祭、 1> 第1回の開催が決まり、バンツマ映画祭同様に、邦画5社が各社の過去の名作を全国各地で上映し、大成功した。バンツマ映画祭が好評で、ウラクシネマを加えたことから、日本映画名作祭は最初から参観上映を行った。これらの成功を受け、バンセン街劇場の名作戦上映が盛んになった。牧野正弘は、 最後の時まで育てた役者の中で、一等大殺人の、上手かったのはと聞かれ、専門として見てと前置きして、市川歌右衛門、月形龍之介の前に、妻さん、だろうね、と番妻の名を挙げている。番妻は、月形と共に、竹光では漢字が出ないと真剣を使っての立ち回りも、よく言った。稲垣博士は、妻さんが二段引き、というのをやってね。さあ、た、 と相手を切ってから、キュッとも一筋を引く。あれがいけないって言うんで、検閲でカットになったことがあると語っている。骨まで切ったという感じが出るからいかん、という理由だったという。牧野と稲垣のコンビによる、チケムリ高田の馬場で、堀部康部役の番妻に、牧野正弘が、やけどするように、熱い、火に焦げた鉄板の上の立ち回りをやってくれ。と注文をつけた。 難しいことを言うな、と妻さん、縦字を横に置いて、やりましたよ。足を、バタバタ、バタバタやって、実にうまかったんだ。これが、アチ、アチ、という感じでね、決闘シーンを一日で取っちゃったんですよ。済んだら、デーンとひっくり返っちゃって、二度と、高田のババはやらん。と、声明した。本当に、それから取らなかったですよ。番妻の立ち回りは、 非相合相天下一品と呼ばれ、破天荒なものだった。邪魂魔道前、中、後編の後編は、ここ花の吉原中市長、陥落の地またにまたもや地の雨が降る、などと弁士の解説とともに、ただ、ひたすらチャンバラのみが移されるという無茶なものだった。伊藤大輔監督とのコンビで撮った、ニーロ鶴千代では、番妻は荒川大橋の上で、すべての敵を後ろにして、前を歩き、 後からかかってくる敵を全部振り返らずに切るという斬新な盾を見せている。陶器時代に入って伊藤と、牧野正宏のコンビで取った、国定ただ春では、恋の番妻がなくこう、基礎の中野さんを歌ってあやしながら、追っ手と立ち回りを演じるという難しい盾を見せている。牧野によると、番妻は、歌が得意だったわけではなく、時代劇スターの中で本当に、歌が歌えるのは、 嵐勘十郎くらいだったという。番妻はむしろ惑星で、鉛があるのをかえっていなおって、番妻節に変えてしまったのである。林家達三郎、加藤秀俊、梅沢忠夫、忠道太郎がチャンバラについて討論し、まとめた一文に、次のようなものがある。替え玉が必要な場面でも、大河内伝次郎と並んで番妻は、円形の姿形の美しさにこだわり、どんなに遠くて、 顔が見えないショットでも自分の形の見せどころだと言って、替え玉にはさせなかった。無法末では雪の中倒れる場面の撮影で中耳炎を発症。結局、久世りが替え玉を演じ、気づく者はいなかったが、番妻はいい仕事ができてよかったですね。だが、あの雪の場面が僕だったら、もっともっとよかったでしょうと、ただ一人稲垣に不満を漏らしたという。 1942年の大映創立記念作、維新の曲は、バンツマ、蔵歌えもんあらかんという、四大スターの顔合わせで、配役と序列で、会社は頭を悩ました。その中バンツマが、行く先も知らさず、姿を消し、役か脚本、序列書きに入らないのだろうと噂された。稲垣も会社への不満だろうと思い、バンツマの弟子に尋ねたところ、 誰にも言わないでくださいと教えてくれた。実はバンツマは、坂本龍馬の役作りのため、土佐の風土、方言、龍馬の足跡などを得るために、土佐へ出かけていたのだった。出来上がった龍馬はそれまでのバンツマに見たことのない、誰もやったことのない一風変わった龍馬となっていて、人々を驚かせた。役によっては、セットでもロケでも一人離れた場所に着く。 ズレのしないように自分で考案した高い椅子にちょいと尻を乗せて何時間でも出の来るのを静かに待っていた。ある作品で稲垣博監督が仇役を背中からけさがけに切る盾を注文したところこの役は背中向きを切るような役ではないと思いますがと遠慮深く抗議した。これで役の性格が違ってくるわけだが若かったせいもあり稲垣は無理を押し通して撮影に入った。 ところが、仇役は背中に刀が当たるものと思っていたが、当たらない。相手役が、構いませんから強く刀を当ててくださいと頼んだところ、番妻は、奮然として、私は、今まで随分立ち回りはしてきたが、人の体に当てないのを心情としてきたので、それだけは嫌だと断った。稲垣は、その立派さに感心したと語っている。1989年に、 文春文庫ビジュアル版として大アンケートによる日本映画ベスト150という一書が刊行されたが文中372人が選んだ個人編男優ベスト10の1位は番妻だった。死後35年余りを経てなおこの結果だった。2000年に発表されたキネマ旬報の20世紀の映画スター男優編で日本男優の7位。 同号の読者が選んだ20世紀の映画スター男優では第8位になった。おろち、ありがとうございます。